どうも、寺井いです。よいしょ。はぁ、あ、疲れた。はあ、いやいや。疲れた。すごかった、今日。えー、11時間発露て来ましたあ。ツイッター見てないと何残っちゃわからへんか。あーもう、すんごかったんですよあ。そもそも、そっか。言ってなかったっけ 寺井チャンネルしか見てない人知らん人もおるかこう見えてパチスロー打つんですむちゃくちゃにはちゃめちゃに10年以上打ってますで好きすぎて8年ぐらいスクープ TV ってところでパチスロー動画を配信してますそんな男の物語ですはいであの急にすみませんねツイッターで、まあ、その結果報告しようと思ったんですけども言いたいことが多すぎててらいチャンネルで言おうと思いましてあの無編集で ラジオ的な感じでもうなんかダラダラ喋るかもしれないんで。はい。なんか聞き流してください。でも聞いてほしいです。ちゃんと。ちゃんと聞いて。すごかったんやから。もう腰とか肩とか、もう、もう、もうすぐから、すごいね。パチスロの専業の人ってやっぱもう毎日うちに行って朝から晩まで分回しみたいなことでしょもうすっごい立派な仕事やと思う。パチスロで買って。 そんなもう、毎日勝てるわけでもないのに、もうぶん回してすっごい。あなたたちはすごいです。見てますかリスペクトです。はい。立派。今日はもう11時間回して思いました。いやー、まず朝からね、あの、三重県のウィング四日市中央店というところに行きまして、えー、あそもそもあの、今日は、えーとね、僕、前言ったじゃないですか、17連戦、ゴールデンウィーク付近にあって、で、16連戦目やったんですよね。 で、16連戦目。まあ、ちょっとヘトヘトですわ。だからまあ、今日はカメラなしの実践やったんですよね。まあ、収録とカメラなしの実践があるんですけども。まあ、カメラないし、なんかファンの方とおしゃべりしながら、まったり楽しもうかな。そんな感じでやろうと思ったら、まったりしてる場合じゃない。ああ、ぼん回し。急げ急げ。休んでる場合じゃない。あの、設定録っていうね。 もう、スロッターの夢ですよ、設定6って。パツロっていうのは設定1から6段階ありまして、まあ、その設定6中のね、もう打つことができると、まあ負けない。うん。うん、他のなんかで例えると、まあ、ボートレースとかで言うと、もう1着教えてくれてるみたいな。あと2着3着当てるだけでもうオッケーみたいな。エーペックスで言うと、うん、50メートル先まで殴れる。 まあ恋愛でいうと好きな女の子がもう濡れてるみたいなそれぐらいもう,もう設定録さえ打てたらもう勝ちだよって言ってもいいぐらいのえそういうの朝から打てましてえそうしかもメイン機種ねまパチンコパチスローの,そのパチスローのメイン機種「オス番長ゼロ」っていうねまあもう設定録の安定感抜群。 もうお店がねもうそこに力入れてアピールすることもできる出玉がちゃんと出るからそういうもうや初めて積もったんですよ多分ね番長ゼロの「いやもう楽しかったんです」「ちょっと喋っていい長くなるかもしれんけどまあ抽選そんな良くなかったんですけど一台だけ空いててでその収録で、まあ、打,つ打つために勉強したいな」みたいな感じの気持ちで撮ったら。 まず、朝も千1000円で、全長始まったんですよ。わかるかなあの、押す番長ゼロってね、設定変更すると、ゼロモードっていうのから始まるんですけど、まあ、なんか当たりやすいモードなんですけど、その、押す番長ゼロってね、規定ポイントに達すると当たるみたいな感じなんですけど、100ポイント以下、 だから0から100ポイントの間って当たりの抽選はまあされてないと言ってもいいかなでも1000円で全長が始まったんですよえこれ AT 直撃のやつやって思ったんですそうなんです AT 直撃のやつなんですね、そのもう全長走ってうわうわうわってなって高設定なのかみたいな高設定であればあるほどあの AT 直撃の しやすいんですよねで直撃してうーわってなってしかももうすぐもうライジングっていうあの、まあ、特化ゾーンがあるんですけど、まあ、やっぱ高設定を打っても結局は引きで。 多少いいのを引っ張ってこないと勝てないんですよ。朝からそれ引っ張ってきたんですよね。で、千数百枚バッコーン出て、しかもまた AT 直撃、AT 直撃ってもう朝からもう3回目は直撃してんこれ、もう間違いないやろ。と。おもらったやろ。って感じで、あの、ちょっと回してて、えー、15時頃のグラフがこちら。うん。全然出てない。 何これあかんや。もじ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 。あのー、まあ、設定6だとはいえ、勝てるわけではないんですけど、やっぱ安定はする。より多くチャンスがもらえるので、そのチャンスをちょっと生かしきれてないなっていう感じで。で、基本的に僕の仕事って、開店から6時間。 なんですよね。開店が6時間お店の中にいるみたいな感じなんですけど、いや、ちょっと待てと。こんないい挙動の台で、もうスロッターが、この台捨てるんかと。ちょっとね、常連の方、その台打ちたい方いらっしゃったかもしれないですけど、申し訳ないけども、も男としてスロッターとして、この台やめるわけにいかんと思って思、もう延長しようと。自分が満足いく限界まで打とうと思いまして。 もう回して回してもうぶん回しえう、え、もう,もうあんまけ憩もトイレとかもできるだけ我慢してで結構まあ神対応とか言われがちなんですけどもほんまちょっと申し訳ないんですがその売ってる途中にマダムが来て写真とあと TikTok 撮りたいって言ってくださって TikTok はちょっと時間かかりそうやなと思って。 TikTok はやってないんですよみたいなあの全然普段は撮ったりするんですけどちょっと嘘ついちゃってあまだごめんなさいまだ TikTok 撮りましょう <laughs> あの、まあ、写真とかはね撮らせていただいたりとかしたんですけどもまあもうすごいやっぱ番長ゼロの設定ロックもずっと打ちたかってでやっぱ打ってるとすっごい楽しくて。 えー、結果的になんで6って分かったかっていうと、夕方頃に設定5以上確定の画面と、で、さらに偶数確定の画面が出て、もう、合わさると、設定6でしかないよね。うん。きたーと。しかも、まあ、も前代多分、そんな感じで。もう、まじもう売ってて分かったんですよ。うわ、もう、これ前代やわ。みたいな感じでね。ええー。ただ、ここまで話聞いて、 なんか、嫌な予感してますよね。そうなんです。寺一択といえば、ね、とにかく負けるんですよ。ええー、本当に、こんなにもか、やる気あんのか、とか言われるぐらい、ね、その、好きこそものの上手なりみたいな言葉あるでしょ。あれ多分、ガセです。はい、ガセネタ。うんあ、めっちゃ好きなんですけど、勝てないですよね。まあ、その、過去に、 バジディスク絆119%ね、うん。ペイアウト119%。もうすごいんですよ。もう回したらもうな、うん、めちゃめちゃ出るみたいな。8万ぐらい負けたり。でも動画で配信してるので言ったら、まあ、北斗の宿命とか、もまあ、六角出して、なんかプラス数百枚とか。まあまあ、多々あるんですよ。ええ。ただちょっと今回はね、皆様、<laughs> 安心してください <laughs>。 いや、あのー、ほんまに頑張りました。えー、終電まで回しまして11時間打ちましたね。まあ、ただ、やゃぱその写真とか撮りながらなんで、え七、ー、6777ゲームですね。はい。えー、やっぱ出玉率113%の安定感っらはないんですけども、あの、とあるサイトのデータを見ると、設定録を、のデータ ?79 台分のデータ えー、平均3枚プラス3195枚だからもうむっちゃくちゃ安定する勝率が93.7%となっておりましてこんなもん負けないんですよよっぽど下手じゃないからやっぱ番長0の6すごいなと思ってでこちらが、えー、寺井が売った設定6のグラフです、うん 安定感すごいでしょ。ええー。えー、何はあ、買ってるし。プラス九十六枚。しゃしっしあっぷねえ。あっぷね,っぶね負けそうやったしっ。あっぷねえ。ああ、AT 直撃合格した。あさすが六。 あ全然伸びにかったわ <laughs> プラス96枚、ねまあ、黒黒字イエーイまあ、でも黒星 <laughs> 設定66777ゲーム打ってプラス96枚これはねあの完敗ですはい えーっとね。何倍やったかな。計算したんですけど、え手、ー、玉率、その番長06は113%あるんですよね。えラ、ー、寺板区その6777ム回して、プラス96枚。えー、100点、数%。時給換算したら12時間回して、それやとあの、100円ぐらい。まあ、ね。 楽しくそって売れてね、時給100円でもあるなら嬉しいなっつって。<laughs> えっと、パチスソロ好きなんですけど、パチスソロは俺のこと嫌いみたいやわ。うーん。え、あの、もう、はよ寝たいなぁ。<laughs> 長々と喋ったけど、はよ寝たいけど、 マッサージ受けたいんですよね。マッサージ、ボディケア。えー、えー、っと、60分6300円か。ってことは、今日96枚、11時間回して96万やったから、えー、だから、あと22時間回したら、60分のマッサージ受けられるんじゃないですかしゃー、つえ。ただ多分あ、ああと、 111時間回したとしても、ずっとプラス96枚やったんちゃうか <laughs>。朝一のピュッがなかったら負けてるしね。うん。いやいや、これ聞いてさ、あもう12分も喋ってる。ごめんなさい、長くて。いや、もうパツロクソやんって思うでしょ。僕ね、その、正直売ってて楽しかったんです。うん。 前代出てて、俺もああなるんやなって。先の6号機のパツの設定録って、どうしてもなんかその、当たっても当たりが伸びないみたいな台が結構多かったりするんですけど、見たらなんかもう1000枚1000枚1000枚みたいな人もいるから、設定録でもあんな出るんやって。自分の引き次第や。これがパツのやと。いいな、いい台やん、番長ゼロって思いながら、なんかずっと200枚出て、200枚飲まれて、 300枚出て300枚飲まれてちょっと追加投資してみたいなずっと繰り返してたら外真っ暗、うん、俺の気分も真っ暗、うん、まあ分かりやすく落ち込んでるんですけどじゃあ寺井さんとパツロ高設定を打って負けるんだったら。 そんな出ないなら、逆に考えると、低設定打って勝つこともあるし、いっぱい出ることもあるんじゃないですかって、おっしゃる通りです。ええ。それも、自分ですから、結局はパツを打って。自分の引き次第なんですよ。だから、低設定でも、それにバーンって出ることがあるんですけど、えー、昨日、バンチオゼロの、ま、低設定を打って、あの、えー、2時間で4万負けました。はい。 何売ってもです。だから、寺一択は。うん。あ,ーあっすっごい悲しくなってきました <laughs>。好きなんですけどねー。あーちょっと泣きそうになっちゃった、今。危ない危ない。買ってんねんから。笑顔で終わろうや。うん。というわけで、えー、 緊急でカメラ回してみましたけども <laughs> はいすいませんだらだら喋ってパツオっても面白いほんま今日面白かったつらかったけどうんこうなんか積み重ねていくんですよパツオって自分で自分で物語を作るんですよパチンコってその、まあ、へそに玉入れてこっからその演出はパチンコさんが勝手に決めるわけですよね 物語がパチンコさんが作るんですけど、パチスローは自分で物語を紡いでいく感じ。えここで恋愛役引いて、なんかそのチャンスゾーンとか入れて、そのまたそこで恋愛役引いて、なんかそのどんどん自分で、自分だけのオリジナルの展開があるんですよね。ええー。だからそういうのが結構好きなんですけど、そのやっぱ自分なんですよ。だから結局は僕が悪いんですよ。 この話って角の人とか5000枚ぐらい出てました同じ設定でもそんだから0と5000の差があるわけですよすっごい辛いんですよはいでも辛いからこそ楽しいんですよね噛み合わないんですよパティスロってうんとにかくとにかく噛み合わないんです今じゃないねんっていう ここで弾かなあかんのに弾けへんそれが終わった後になんか弾いてくるここじゃないねんっていうのがもうずっと繰り返されるんですよ違う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 で急にパーンって噛み合った瞬間がもうパーンってなって気持ちいいんですよそれがむちゃくちゃ面白いんですそれにいろんな効果音とか BGM とか音形とかが重なってもう脳がパーンってなるそれがよくないとされてるんでしょうね <laughs> それを追い求めてお金こう入れちゃうから良くないとされてるんでしょうけど、それでもパツロは面白いし、最近のねまた面白くなってきてる。パチンコももっと面白いけど、パツロも面白くなってきてる。これからのパツロ楽しみですね。はい。長くなりましたが、笑顔でお別れしたいと思います。か痒かゆ,かゆいは、なんで痒いと思いますこれ。多分ストレスです。 <laughs> さっきから体かゆいの我慢してますもん。うーん。というわけで、えー、まあこんな感じで、なんかダラダラ喋ったりの配信とかもあるかもしれない。ごめんなさい、生配信とか全然できなくて、そのずっと忙しく。はぁ、あ、忘れとった。忘れとった。あの、今日ね、設定6打ってね、まあ勝ちをね、意識するわけじゃないですか。 あの朝からキャ,ーーかキャリーケースがぶち壊れて17連戦の移動に耐えかねてついに16戦目でキャリーケースがぶち壊れてしゃあこれも買ってめっちゃいえのん買ったろう思ってたんですわ <laughs> まだ使います多分これね 愛しいわ。あ、うんま、愛しい。<laughs> 愛しいですね。はい。あの17連戦の模様、あの裏側、またテライチャンネルでアップしますので、撮ってます、いろいろ。見てやってください。チャンネル登録、コメント、高評価など、よろしくお願いします。長くなってすみませんほな